現状するゲッティンゲンの西洋派に境界放火罪は、故意、または悪意を持って建造物や自然保護区等に火を放つことにより成立する犯罪。自然発火や山火事のような他の原因とは区別される。普通は他人の財産、または保険金を目的で自分の財産に対して故意に生じさせた火災を言う。放火を繰り返す犯罪者を俗に放火魔と呼ぶが、 病的に放火を行う放火癖とは区別される。放火罪は、古文章では、他人の住居を故意に燃やすことと定義される。要件は、故意に他人の住居を燃やすことである。さらに、保険金のために、事故の住居を燃やすことは、古文章上の放火罪を構成しない。初期イングランドにおいて、一般的に、人は、事故の財産を、いかなる手段によっても破壊する権利を有すると、 考えられていたからであるとされる。アメリカ合衆国では、法域によって、顧問ローの放火罪の要件はしばしば変化する。例えば、住居は、多くの州で要求されておらず、承諾なく、あるいは違法な意図により、いかなる不動産を燃やす行為も放火罪となる。放火罪は、申し立てられた違反の重大さに応じて起訴される。第一級放火は、一般的に、 火災によって死傷者が出た場合であり、第二級放火は、財産に、重大な損壊が生じた場合に成立する。放火罪は、経済である、器物損壊として起訴されることもある。もし、放火が破壊と侵入を伴っていたら、不法侵入罪も成立する。殺人の手段として放火罪が成立した場合、死刑が言い渡されることもある。英国法では、放火罪は、 古文道上の犯罪であり、近年、1971年器物損壊法により、最定義及び成分化された。スコットランド法では、アーソンではなく、ファイヤーレイジングという語が使われているが、どちらも意味は同じである。日本の刑法では、放火に関する規定は、第9章の放火及び失火の罪に定められている。日本では、放火罪の保護法益が、 社会的法益であると考えられており、また法化の対象によって成立しうる犯罪類型が異なる。日本で法化は古代より死刑を含む重罪として処刑されてきた。ありがとうございます。